皆さんこんにちは、敏感の清原です。 D&M の高山です。どうぞよろしくお願いします。はい、肩書きの方もどうぞ。はい、営業企画室長という肩書きです。はい、今回はですね、その高山さんに一品館三号館にお越しいただいて、ダリのこのあのルビコアのね、はい、シリーズ268ですね。はい、これを聞いていこうと。はい、で一番最後に、この8をですね、後ろに置いております B&W の 702S3 ですね。はい、まあ、これはあの S3 はここまで持ってこないんですけど、まあ、こことここのね、あの場所にはなりますけど、聞き比べていこうということで、でまあ、アンプと CD プレイヤーはですね、これは CD プレイヤーの方もちょっと生産完了になって、はい、在庫限りになっておりますけど、S10 のエアボーカスタムモデルですね。エアボー S10 アルティメット、税別78万円で、アンプの方はしばらくまだ継続できるんですけど、エアボーの PM10 アルティメット、はい、78万円こちらを使っていこうかというふうに思っております。で、まあ、あの最近ね、あのモデル10、あの SACD10 が発売されたんですけど、ええ、まあ、価格的にちょっと不釣り合いなほど高いということと、ええ、まあ、視聴器が十分に用意できなかったということなんで、はい、ええ、まあ、それはまた後日ね、ええ、あの D&M 本社の方で、ええ、さらに B&W の大きいスピーカーと組み合わせて、はいはい、YouTube でも撮らせていただこうかなというふうに思っております。はい、でもこれがベストですよね。あの、まあ、チンとしては価格的には、ね、はい、うん、こんなもんかなっていうふうに思います。はい、で、ケーブルはね、電源ケーブルは CD プレイヤーの方が、はい、TAD の HR というね、約10万円ぐらいのもので、こちらがですね、TAD の TSD-HS という、これは7万ぐらいのものかな、も一度使って、あのちょっとパワーアップしております。で、ケーブルはですね、これはあの RCA でつないでおりまして、エアボーのエクステンション2という、スピーカーケーブルはダイレクトにつないでおりまして、これはあのエアボーの SPK300 というものを使っております。でダリオのスピーカーすべてバイワイヤリングに対応してるんですけれども、もともとついてるジャンパープレートがかなりしっかりしたものがついておりますので、ジャンパープレートはそのまま、オリジナルのまま手を加えてないという状態で聞いていこうと思います。じゃあね、スピーカーの方ね、あのダリオ のルビコア2から紹介していこうと思います。価格がですね、1本24万円、ペアで48万円。でこ の価格がですね、よくあのモデルによってペアだったり、1個だったりしますけど、これはあのルールがありまして、ね、1本で売れるものは1梱包のものは1個の値段だから、ペアでも1梱包になっているものはばらせないので、メーカー標準価格はそれはペアの価格というふうに聞いております。あ、うん、そうですね。でこのモデルは、うん、まあ、連番になってまして、うん、で基本的には1本の価格で表示はしておりますけれども、うん、販売させていただくときはペアでの販売という感じ、1本で売らない、1本で販売させていただいてないという感じです。じゃあペアの値段にすればいい。そうですね、昔からちょっとでも伝統的にそうなってますね。僕が聞いたんでは、その箱がね、1個のものは1台の値段をつけるって聞いたやつ、そこだからね、1個に、あの1台が1個の箱入ってますよね。そうなんです、ですので、ベネットとかはそうじゃない、1個に2個入ってるものは、ペアの値段で表記というふうに聞いております。そうです、はい、まあ、それはちょっとね、誤解もあるかと思いますけれども、一応、ペア48万円でペア折りのスピーカーということで、ルビコア2ですね。はい、2way のバスレフ型、まあ、これね、あのもうね、あの1個ずつ紹介するんじゃなくて、セットで紹介した方がやりやすいんで、ちょっとセットで紹介していきましょうか。はい、ね、これがですね、ルビコア6、こちらがちょうど2倍、1本48万円、ペアで96万円、これもペア売りですか。そうです、はい、で一番高いルビコア8、これがですね、6の 1.5 倍約ね、64万円で、ペアで128万円、だいたい後で聞いていく B&W の702S3 と S3 シグネチャーちょうどあれぐらいかな。そうですね、これが100万ちょいなんでね、はい、ぐらいということですね。だからまああのちょうどルビコア6とですね、この 702S3 が同じぐらいの値段になります ね。 そうですね、はい、どっち聞こうかなと、どっち比べようかなって感じですけどね。まあ8と比べてもらうのもいいかなとは思うんです、ね、でもサイズと価格的には6と、価格はそうですね、サイズも、あとトリプルウーファーですと、やっぱこっちで、あ、そうか、これ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 、はい、まあ、8って言いましょうかね、
はい、ということでですね、まず共通するもの、ツイッターです。29ミリという比較的大口径の、はい、テキスタイルドーム型ツイッター使われております。で、ウーハー、口径がね、これなんと全て同じですね。はい、165という口径の、ユニットがですね、1個、2個、3個と。ね、2が1個、6が2個、8が3個という。非常に分かりやすい構成。で、あと、このスーパーツイッターですね。でこれは2にはなくて、6と8にはこのリボン型のスーパーツイッターが使われているということで、これはですね、17×45、幅が 17×45、はい、でこれは、リボン型のツイッターなんで、エラックが使っているハイルドライバーとはまた全然違うものです。ハイルドライバーっていうのは、これはリボンなので、まあこんなものですね、はい、でハイルドライバーってこう折りたたんだものが使われているの で、何が大きく違うかっていうとですね、指向性が違って、ハイルドライバーの方が指向性が広くて、でリボンは澤田さんに教えていただいたんですけど、幅が広ければ指向性が広いと思ってたんですけど、逆でこれ絞っていけば指向性が広くなるということで、はい、高さと横の比率 で、ね、比率が、ね、逆になるっていう、うん、そうなんですよ ね、だからこれは結構縦長なんで、指向性が広い、逆に横に広い、そうそうそう、横に広いものをわざわざ使ってるということなんですね、はい、ちょうどね、まあ今日はやらないんですけど、この後にこれとほぼ同じぐらい値段のヤマハのスピーカーの NS600A と、あ、新製品で、800A が来ておりまして、はいはい、それもね、普通大体ツイッターの直径って25ミリが多いんですけど、これ29で大きいですね、でヤマハもね30ミリで大きいんですよ。でこれ大きくなるとどうなるかというと、指向性が狭くなるんです。例えば、25ミリの普通使われてる21ミリとか小さくなればなるほど指向性が低くなるんで、例えばこの軸上で 20Hz が出ていても、まあ、それが 10Hz しか出なくなるのがですね、口径が大きいとこういう感じになってくるね。で口径が小さいとこれが広くなるんです。だから指向性ということで考えれば、ツイッターの口径は小さい方がいいんです。でも小さいツイッターはどういう問題があるかというと、低い音が出ないので高い帯域でウーハーとつながないといけなくなると、で高い帯域でウーハーがとつながなくなるとどうなるかというと、ウーハースコーカーというのはやっぱり高い音よりもビッドローを出すことを得意としておりますから、あまりにこれに高い音を出したくない、で高い音を出すとですね、何が起こるかというと、このユニットの面積が大きいと真ん中から出た音と外から出た音の位相が逆転して指向性が悪くなったり音が濁ったりするので、やはりまあそうですね、 2、3キロ前後まで、 3.5 とか多いんですけど、3キロ前後の低いところまでこのツイッターで出してあげると、このスコーカーとツイッターのつながりがすごく良くなって、人間の声なんかがやっぱり温かみとかね、滑らかさが出てくるっていう特徴があるので、まあヤマハもダリもそれを使ってると、ルビコア2にはついてませんけども、この6と8についてるのはこのリボン型のツイッターを使うことによってこいつの指向性のきつさをカバーしてあげると、でこれはですね、まあ聞いていけば分かるんですけど、スピーカーのね指向性を説明するのに僕よく電気、要は照明のを例に挙げるんですけど、例えばねメガホンみたいな、ね、はい、でここの真ん中に照明があったら明るいところと暗いところの差が激しいじゃないですか、はい、ここまでは明るいのにここから急に暗くなる、あ、そうですね、これがね指向性に近いんですよね、だからこういう指向性がやや狭いドーム型のツイッターを使うとですね、こう音を出した時に陰影の差が激しい、はい、まあ、位置によってという、位置によってもあるし、やっぱり陰影の差がすごく強くなる、グラディエーションが出にくくなる、要は音が変化していった時にこんな風に変化しがちになる、なるほど、軸上では問題ないです、はい、では離れていった時に、でやっぱりヤマハのスピーカーなんかを聞いてると、こう軸上で聞いてるとすごいんですけど、ちょっと離れていくと、なんとなく雰囲気が変わってしまう、でこれは指向性が広くて、しかも周波数帯域が高いので、どういうことかというと、こうビームのものに対してこれ間接照明みたいに、部屋全体の、ね、ふわっと明るくした上でそこに陰影を出していくっていう、はい、例えば、はい、なんていうのかな、うーん、例
えばこう、まあ、物を食べるときにね、スポットライトが当たってるところで食べるのか、もう間接照明で、あの柔らかい陰影の中にもコントラストがあるというようなイメージで、あの物を見た時のイメージって違うじゃないですか。例えば絵画の鑑賞時にスポットライトだけ当てないでしょ、必ず間接照明入れますよね。だからそういうのをこの、あのリボンツイッターにダリは、担わせてるんじゃないかというふうに想像しますし、実際音を聞いてもそうです、うん、そうですね。やっぱりあの熟成じゃなくてこう部屋中にふわっと音が広がるし、で例えば熟成で聞いていてもあのリボンツイッターがついているものの方が音の広がりが大きくて、やっぱり余韻とか響きの成分が多くなるので、よりこう音楽に集中できるというような ね、 そうですね、あの感じを。いやでもそれは言えてるようだと私は思います、はい、あのこのスーパーツイッターってあのお客様と一般の方々ってクロスオーバーで切ってるんじゃないかっていうふうに思われると思うんですけど、はいはいはい、ダリは、そうではなくて、ソフトドームツイッターが、まあ、33ぐらいまでですね、緩やかにこう落ちてくるんですけれども、あの切ってないんですよね、で、スーパーツイッターの方が14キロから、まあ、40キロぐらいまで耐久を持ってるんですけど、上にこう乗っかってる感じなんです、なので、基本的にはおっしゃられたように2つありまして、1つはツイッターが、まあ、10系以上になってより、指向性がこう狭まってしまうことに対する、スーパーツイッターをつけることで、広い指向性をしっかりと確保するということと、もう一つは、今言いました、まあ、やっぱりこの2と6、8と比べると、今スーパーツイッターのようなもの、まあ、リボンがついてなくてスーパーツイッターというか、でこちらがついてるわけですよね。でそれは音のこう、まあ、なんていうの、艶やかさみたいなのっていうのも、まあ、多少違ってくるかなというふうに思いますので、今おっしゃられた全体にこうスポットライトのようにダリらしさみたいなのがより加わってくるっていうのは、使い方としてはそうかなという感じがいたします。で特に、まあ、あの指向性という点で関してすれば、このキャビネットが狭い方が指向性が広いんでね、はい、だからよりあの大型スピーカーになればなるほど指向性の問題が出やすくなるので、こういうものを使ってきてるんだなという、はい、でさっきの説明でですね、もうちょっと分かりやすい説明を考えたんですけど、例えばあの絵画があってね、はい、見るときに、これはどっちかというとビーム的な照明を出してると、はい、でこれは間接照明を出してる、はい、要は間接照明と直接照明のバランスがいいと、ものがすごく立体的で陰影がよく見えますよね、だからこれだとやっぱり陰影がやや強調されるけど、これを使うことによってそれがもっと柔らかく自然な雰囲気に見えるというようなイメージで、聞いていただければこのスピーカーの違いがよくわかるのかな。これはでも本当におっしゃる通りで、私も今あの聞き比べの時に少しお話しさせていただこうと思ってはいたんですが、やはり少しこう2の方が積極的な感じの音が出ますよね。で、でこれは今おっしゃられた説明もあって、まあ、少し、まあまあ、落ち着いたというか、まあ、間接照明が入って、ダリらしさ、艶やかさも含めて、こう全体的にそういうトーンがより深くなるような感じにはなると思います、ね。だから、まあ、あのこういうブックシェルフっていうのは、もうブックシェルフっていう名前の通りに、はい、まあ、本棚に突っ込みはしないんですけど、割とこう、ニアフィールド的に聞くんで、あんまりその指向性の問題っていうのが、あの露呈しない。はい、でもあのこういうのはちょっとスピーカーから離れた位置で、あのスピーカーの中央じゃないところでも、まあ、部屋全体にこう、気持ちよく聞かせるという能力を高めているというふうに感じます。それでは、もう少し細かいところ、ユニットの話しましたので、次、能率ですね。これが87。6が 88.5、8が 90.5、まあ、これはあのウーハーの能率、ね、1、2、3になることによって、スピーカーの能率が上がるので、まあ、ツイッターの絞ってるのを減らして能率が上がっている。で分割周波数帯域なんですけど、これはねあの結構面白くて、ヤマハはですね、あの800も600も、どっちか 2.8 だったかな、同じ周波数で切ってるんですよ、はい、近いですね、はい、でもあの全く同じ周波数で切ってるの、ね、山は、でも、これは全部違って、これは 2.8、はい、でこれが 2.6、はい、これが 2.4、はい、ということで、大きくなればツイッターのクロスオーバーを下げてるってことですね、で、これはですね14キロから上っていうのは変わらなくて、はい、でウーハーはですね、
これは800です、はい、2.5 上なんでこれは出っ放しで、こいつは800から下だけ出す。そうですね。でこれは、これも 2.5 上なんで これはダブルになるんで500から下を2個鳴らしているという形になります。はい、で F 独なんですけれども、ルビーコア2はですねブスックシェルフなんでやっぱり下が出にくくて 50Hz で、上はですね、スーパーツイーターがついてないんで26で、6がですねウーハーが1個増えたことによって下が38、上が34、これがついた分伸びますね。でなんとルビーコア8が一緒なんです。38から34っていう、F 特許的には測定的には一緒だということです。でも超感情絶対こっちの方が低音出るんで、まあ澤田さんもよくおっしゃってますけど、F 特はあんまり信用できないんだと、まあ、指標になりにくいんだということは僕も思います。F 特が全てではないっていうような言い方をよくしますね。そうです。F 特がね、一番ね、指標としてね、いい加減ですね、要はメーカーによって測り方も違うし、いやプラスマイナス何デビで測っているのかとかいろいろあるんで、まあF 特の数字でスピーカーを選ぶっていうのはこれはあんまりおすすめできない方法なので、まあ、実際に聞くことが一番いいというふうに思います。はい、特に彼らは、はい、各ユニット間のコヒデンスなんて言い方をするんですけど、うん、時間軸的な位置っていうのは、やっぱり制限波スイープでは、確認することはできないので、やっぱり耳の視聴で確認をしていくっていう、耳だけじゃなくて、ね、最近ねスピーカーの分析するのに高速スイープっていうのを使うんですよ。シパン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 って言うんですよ。あれは、はい、サインウェーブなんですけど、ものすごく短い間に 20Hz から 29Hz まで出したりする。高速スイープを使うと、その時間軸が結構ちゃんと分かるんですよ。で最近高速スイープを使ってスピーカーの測定設計をやるんで、ポークのような安いスピーカーの音がめちゃくちゃ良くなってる。なるほど、なるほど、はい、ということで、はい、高速スイープ使えば分かります。結構ね、なるほど、1kHz の制限波なんて全く何も分かんないです壊れてるか壊れてないかぐらいしか分かんないで、ですね、次ニューヨークインビーダスは全部4オームね。はい、で大きさ、これはですね、幅はですね、195、200、220ということで、まあ、これとこれは 5mm が違わないんで、見た目もほとんど変わらないんですけど、まあ、これだけちょっとね、幅が広いということで、高さは350、990、110、ね、で奥行きはですね、335、で、これが、380。でこれが、440ということで、まあ、徐々に大きくなっていく。で重さがですね、ルビコア2が 9.5 キロ、6が23キロ、これが30キロ。まあ、1人で何とか動かせる範囲のスピーカーではあります。そうですね。はい、で仕上げはですね、ここ今3色しか着ておりませんけど、これに真っ白、光沢の白を入れた4色。これがですね、これはハイグロスマルーン。ナチュラルウォールナット、ハイグロスブラックで、真っ白のハイグロスホワイトという、はい、4色展開、これは全て4色展開というふうになっております。白だけが受注生産、はい、白受注生産です。はい、はい、他の何か付け加えることございますか。あ、いオーバーオールとしては、こういう今おっしゃっていただいた感じだとは思います。細かい例えばユニットの設計特性とか、それはもう、もし、ね、はい、そういう、まずちょっとコンセプトとは別に、うん、テクニカルな内容の延長線上でちょっと話をさせていただくと、うん、はい、例えば2から6、8に、まあ、聞き比べみたいな形になるんだと思うんですけれども、はい、まず2、6は今、説明させていただきましたように、うん、リボンがついてるついてないというのがあるので、はい、ここから、上というのは、まあ、分かりやすく見た目的にも音的にも、うん、違いというのを感じていただきたいと、うん、ただ必ずしも、このツイルボンがついていないから、グレードが下がるという単純なものでもなく、そこは今清原さんがおっしゃっていただいたように、まあ、非常に形に適した使われ方もしているという側面もあると。で2つ目はこの6と8なんですけど、これ一緒なんですよね、中身、基本的には。一緒ですね。一緒なんですが、実は少し違いがありまして、8の方に設計を、ツイーターの設計を合わされてます。いわゆる、
少し違ったと思うんですけれども、うん、で 88.5、90.5 かな、はいはい、でその2デシぐらいを、うん、あの抵抗を使って下げてますこっちは。そうですね、これなりっぱなし、なりっぱなしですね、うんうん、であのこれもあのじゃあこっちだけがいいのかというと、うん、まあ、基本はいいです。やっぱり走り高くてこっちに合わせてるんで、うん、まあ、抜けがすごくパンと抜けてる感じというのは、うん、まあ、素のありのままだなっていう感じが、うん、ついた方向でも出ると思います、うん、で6の方は、あのもちろん抵抗が入ってるんですが、うん、同じものを使ってるんで、うん、ただこれはやっぱりすごくうまく使っていて、うん、トータル的なウェルバランスみたいなのは本当によくできているので、うん、まあ、そういった違いがありながら、うん、3つそれぞれの攻撃はちょっと聞き比べていただけるかなというふうに思います、うん、なるほど。でこのウッドファイアーコーンがですね、このブーメラン型のなんかマークみたいなのがあって、これは今回審査員のものでしたっけ、クラリティコーンテクノロジーというので、はい、2年前に発売しました1500万円なのでっかいコア、はいはい、で、まあ、使ったテクノロジーなんですけれども、うん、これが、先ほど清原さんがおっしゃられました、うん、ツイーターの、まあ、大きくしていって、うん、低いところまで出していく、うん、でそのままスコーカーじゃなくてウーファーにつなげるので、うん、いわゆる分割共振みたいな問題が、うん、ウーファーの高い帯域には当然発生するわけですよね。でその時に通常の、うん、何もしていないもので、うん、いわゆるストロークをした場合に、うん、まんべんなく外周から分割共振が起きるのでスピーカーのユニットがちっちゃくなったような効果になります、ね、それを防ぐために、馬蹄型の手込みを入れることによって分割共振が一定の間隔では起きないようなランダム性を持たせる形で、伸びやかにツイーターにつなげるというようなことがよりできるようになっているという感じです。ですね、分割共振は何かというとですね、ツイーターのユニットがこれ真ん中でこういうふつしますよね。でいやあの遅いスピードであれば同じように動くんですよ。速くなってくるとこう時間遅れになってくる、こういうふうに折れ曲がり始めるわけですね、はい、でこれが均一なユニットだと全部同じように折れ曲がると。でもこれはここが強いここが弱いっていうふうにするとこの折れ曲がり運動がですね、ここは曲がろうとするのに、はい、ここは曲がりたくないということでこれが、まあ、分散されるというか、そうですね、特定のモードでの共振をしにくくなって、はい、要は排外性能が上がるという、ウィンアコースティックがスパイダーコーンっていうのを使っててね、こういうあの傘の骨みたいなのが入ってるんですけど、まあそれも全部各メーカーやっぱりこの折れ曲がり運動をなんとかあの高い周波数での折れ曲がり運動を防ぐためにやっていこうということで、でこれはトレードマークがついてるんですけども、うんうん、あのおっしゃられた通りポークでも同じようなことやってますし、昔から他のメーカーでカービンコーンっていうね、そうです、うん、やられているのですが、うん、まあダリなりのいわゆる解析を経て、うん、まあダリにとって一番いい、うん、形のものを今回作り上げているというぐらいの認識がいいのかなと思います、ね、はい、まあ、B&W もこうね H 列にしたりしてね、はい、まあ、各メーカーそれはそれぞれの、まあ、これは効果ですけどね、はい、あの工夫してきてということですね、はい、他は何かございますか。コンセプトみたいな話って、オーバーオールのコンセプトみたいな話ってさせてもらう時間があるんですか、はい、いいですか、はい、あのまあ、ダリってどういう音といいますか、はい、コンセプトを持っているかといいますと、まあ、一言で言いますと、はい、インアドミレーションオブミュージックっていうのが、まあ、彼のラノフ、ね、はい、コンセプトというか、はい、普遍のタグラインになってまして、はい、それはまあ、音楽を大切にしましょうということ、うん、あとはそういった芸術活動に対する従事できることの喜びみたいなのもありまして、うんうん、ですので彼らが求めている音の方向性っていうのがやっぱり音楽性なんですよね、うんうんうん、でこれは音楽性っていうものって何なんだって、あまりにも広い言葉なんで、うん、じゃあ対比軸をまあ無理にと言いますか、まあ、あえて物事に裏表があるという考え方でつけるとすれば、オーディオ的には多分リファレンスだと思うんですよね、うん、でリファレンスの代表格ですと、うん、まあのまあ、B&W が、まあ、よく知られていると思うんですけれども、うん、海外ヨーロッパでもやっぱりあの B&W と同じような価格帯で同じようなサイズで、うん、非常に多くどちらも販売されているんですけれども、うん、まあ、良い意味で対比軸となるライバル関係にあるということなんです、うん、ですのでいわゆる音、正確な音を再現していく方向の、うん、まあ、モニター系のスピーカー、いわゆるリファレンス系のスピーカーもあれば、うん、いわゆる音楽に対する敬意を払って、うん、音楽性、うん、音楽を楽しむためのスピーカーですよね、うん、音を楽しむわけではなく、そういうふうな方向性を明確に、う
持っていて、かつそれを、時代ごとにブレずに、彼らなりのいわゆるオリジナルのテクノロジーを積み上げてきて、その世界観を保ったまま今のオーディオサイエンスの最先端の音を出していると。で、具体的に言いますと、音の全体的なイメージはいわゆるこう聞き心地のいい温かいトーンのダリトーン、昔からあると思うんですが、それに加えて、今回、まあ、テクニカルな話をどこまで細かくか言うか置いておいてですね、結果的に得られる音というのは、いわゆる広大なサウンドステージ、もしくは繊細な細かい音、もしくはトランジェットの速い非常にスピーディーな音っていうようなものと、先ほど冒頭で言いました全体的な大の世界観の温かい、トーンというのが、一見矛盾しがちなオーディオ的に言うと、ものが一つの世界観として今のダリが持っていると、それを象徴する、今スピーカーが、まあ、ルビコアだということですので、まあ、ぜひあのそういった意味合いでもダリスピーカーというのは大変魅力的な、スピーカーじゃないかなというふうに思います。今年ですね、ラホルジュルネに出展した、はい、まあ、ラホルジュルネは音楽の祭典なんで、まあ、オーディオと音楽の接点をどのように説明しようかということで、あの非常に考えた結果、あのとてもいい例え話を思いついて、例えば最近ね LINE でコミュニケーションを図ることが多いじゃないですか、でも LINE ってただの文字の羅列なので、はっきり伝わるけど、僕こう思ったのに違うように取られたってあるじゃないですか、ありますね、多分ね、あの男女間でよく揉めてんじゃないかと思うんですけど、俺そんなつもりで言ったんじゃないよって、ね、だからね、それはあのなぜそんな取り違いが起こるのか、これ喋れば起きないんですよ、はい、だから LINE と実際のトークの違いは何かっていうと、これは音楽なんです。うん、こんにちはっていうのと、はい、こんにちはっていうのと、こんにちはっていうのはこれ全然違いますよね、でも文字にすれば全部こんにちはじゃないですか、だからあのオーディオ機器のスピーカーの中にあるあのミュージカリティっていうのは、そういう音色の変化であったり、アクセントの変化、数字に出てこない部分をいかに濃く表現するかということで、例えばこれあの B&W っていうのは、まあ、最近は良くなってきましたけど、過去ははっきり文字が見えるだけ、あいうえおがはっきり見えるだけで、あいうえおのニュアンスがよく分からないです。で、例えば逆にタンノイみたいなスピーカーはあいうえおがちょっとボケ取るんですけど、ニュアンスすごく分かるんですよ、はい、だからあのこれがミュージカリティとハイフィディリティの違いじゃないかと思うんですけど、B&W はですね、そのあいうえおがはっきり見せたまま、ここにアクセントとかをあの乗せてきて、ミュージカリティに、ミュージカリティの方に寄せてきたと。そう、特に銀を使ったことによって、その部分が最近すごく良くなってきたなっていう。何を使ったの？銀。あ、銀。はい、ショートリムで銀を使ってきて、で、これね、昔シルバーシグネチャーっていうスピーカーを使ってて、あれすごく良かったんですけど、あのあたりで銀の良さに気づいたのかもしれないけど、最近銀を使ってきてね、銅でいいのに高い、わざわざ銀を使ってきて。そこだと思います。あの、で、今、対比軸って言いますと非常に分かりやすいんですけれども、例えば低音が出るようなパワフルなスピーカーの対比軸っていうのは、じゃあ低音が出ないスピーカーなのかっていったらそんなことはないわけ で、まあ、どこに軸足を置いてるかということなんです、だと思うんです。で、そういう意味では先ほど言いましたようにミュージカリティに基本軸を置いているベースでいろいろな、ダリのオリジナルのテクノロジーはそれを実現するためにあるんですけど、一方で、いわゆる奥行きだったりこの正確な音っていうのを出そうと努力してる。一方で B&W は全然ミュージカリティがないかというと、もちろん全然そんなことはなくて、そこも含めてそれでも違いがあるっていうのを、あの、まあ、今回は B&W との比較も最後してもらえるということなんで、とても面白いポイントじゃないかなと思います。だからね、あの基本的にモニタースピーカーっていうのはプロが聞くんで、あの荒探しなんです、どっちかっていうと、違いがちょっとわからないと困るんですよね、でも家庭用のスピーカーっていうのはそんなわからなくても気持ちよかったらいいっていう、あの両極端な言い方をすると、だから B&W はこういうあの非常に最新のマテリアルを使って、しかもあのコーンとコーンの間に軽い素材を入れて分厚くして、でこの分厚くしたら当然折り曲がらないですよね、モノコック構造になるんで、でそういうふうにしてあの分割共振を抑えるような方向に、ハイフィディリティの方向に振って、でダリはですね、どうしてもこのウッドファイバーコーンを使いたいわけです。そうですね、なぜかっていうと、例えば
これがですね、鉄板でできてるのと木でできてるの、叩いた時に音が違うでしょ。でこれはあの叩かれてないっていうふうに思ってますけど、ボイスコイルで叩かれてるわけですよ、うん、当然こういう、うん、ね、柔らかい響きがする、はい、これはちょっとね、硬いプラスチックな響きがする、はい、でダリはやっぱりこのウッディな響きをスピーカーから出したいがためにウッドファイバーコーンを使った。でもウッドファイバーコーンの欠点としてやっぱり折り曲がっちゃうんで、こういう何でしたっけ、このバッテリー系の形を、ラリーコーンテクノロジー、ラリーコーンテクノロジーを使ってそれを、あのハイフィディティの方に寄せていた。だから同じ山の挑戦を目指すのに、冷たい北側から登るのか、暖かい南側から登るのかという、あのプロセスを経て、同じ頂点にどちらもたどり着きつつあるという意味ですね。そうですね。でもやっぱり峰の、はい、峰の登っているところはやっぱりちょっとまだ違いますよね。違います、なんで、やっぱり道筋が違うから、面白い比較だと。ということですね。他ございませんか。え、もう十分話をさせてもらったと思うんで、まず聞いていただこうか。じゃあ、このね、6と8はちょっとお引き取りいただいて、まず2、6、8の順番で聞いていくんですけど、はい、今回、選んだ楽曲はですね、まあ、しっかり聞いていこうということで、いつも5曲とかなんですけどね、6曲選びました。1曲目はですね、いつも聞いてるせすらぎ。これはもう人間がよく聞いてる音なん でもうあの音階もメロディーも何もないので、単にあ気持ちいいな、なんかちょっと違うよねっていうあの感じを、いかにあの、まあ、こういうふうに268って言った時にこのせせらぎのリアリティが変わるか、よりせせらぎらしく聞こえるかって、よりその場にいてる感じが伝わるかということで、このせせらぎ曲目でました。で2曲目はですね、バイオリンのパルティータ、はい、これは単音源とですね、バイオリンというあの楽器を鳴らした時にそれぞれのスピーカーの個性の違い、あるいは低音が出る出ないによってそのバイオリンの響きであるとか表現力がどのように変わるかということで、2曲目バイオリン。いや、あのうるささみたいなのってバイオリンってすごく難しいところがあるじゃないですか。あの音が止まっていくところね、消えていくと成熟感とかね、で成熟感に関してはキャビネットが小さい方が絶対有利なんです、響きが少ない。なるほど。で大きくなれば、そういう響きをボケやすいんで、はい、そういうことも含めて、アキュレーターの音源を鳴らしたとき、ブクシェフが基本的にこれ有利な音源なんですけど、大きくなったときにそういうネガティブな部分は出ないかということもチェックできますね。で2曲目はヒラリー・ハンさんのですね、バッハバイオリンコンチェルト。これもあのみんな皆さんよく聞いていらっしゃると思うんですけど、この曲ちょっとね、録音があんまりよろしくなくて、結構弦と弦の音が近くて固まって聞こえるんですよ。でもこれがそれぞれの楽器の個性をですね、正確に反映できる、いわゆるミュージカリティが高いスピーカーだとちゃんと分離してくる。これはね、もうダーリが最も得意とする、どちらかというと B&W はやや不得意とする項目なんですけど、まあ、これでね、あのミュージカル、要は南面からか北面からかみたいなのを聞いていこうと、はい、で4曲目はグレース・マイさんのライブのルート66、はい、これもピアノ、ウッドベース、シンバル、トランペットのアコースティックな楽器がライブで撮られているということで、まあ、基本的にはジャズの要素であるそれぞれの楽器、あ、ボーカルも含めて、ね、がどのように再現されるかというチェックで、次はですね、ジェニファー・ウォーンズのですね、ピアノの歌ですね、これはあの、はい、高山さんのセリフなんですけど、これは、まあ、あの僕さっき聞かせていただいたんですけど、まあ、DSD の64ということで、はい、非常に音がいいですね。そうですね、遠藤さん、So It Goes という、はい、まあ、あのそんなモンスターみたいな感じのタイトル、非常に録音が良くて、まあ、なんかこうジンとくるような、そうです、ね、オーディオマニアがよく好きなような感じの女性ボーカル、いや、そうだと思いますね、はい、でした。で最後はですね、いつもここの番組で使ってます玉木さんの夏の終わりのハーモニー、はい、ね、この歌はね、やっぱりね、あの玉木さんという、 もう天才の歌手がですね作った曲を歌うんで、このどういう夏の終わりのハーモニーで、いつまでも忘れない、でこれもよく言うんですけど、そのいつっていうのが1週間なのか1ヶ月なのか永遠なのか、これね装置によって変わるんですよ。この辺はやっぱ情緒的に、そうなんです、ストレートに分かるんで、曲ですよね。そうですね、はい、であの本当にこう音楽を表現した時にこれはどういう表現、これはどういう表現っていうものを聞き分けていただこうかなっていうことで6曲を用意いたしました、はい、それではね、これから長丁場です、1,2,3 聴いて4本目は聴き比べということで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。